皆さんこんにちは。本日ですね、スプラトゥーンに合わせた、スプラトゥーン2に出た時のギアの、ジェイソンマスクとかがもらえるギアの方法を教えていきたいと思うんですけど、俺さっき見たんだよ、ゲームニュース。そしたら、下にバーって言っても、スプラトゥーンのなかったんですよ。そういう人の用の動画に今回なってまして、普通だったら、ま、ここに、上の方に出てくると思うんですけど、出ない人はこの Y ボタンを押して、チャンネル別に見るってとこですね。ここ押してから、任天堂の、イカ研究所中心、ここです。ここ押していただくと4つ、今んとこあるんだけど、なんかここにもないのよ。なんでか知らんけど。これもないの。で、その下の方の、配信中のすべてのニュースを見る。ここ押すと、出てきます。はい。ここ押すと、スプラトゥーンのギアが配布されて出てくるので、こちらをクリックして、ここから起動すると、ロビーの方ですね。ロビーの方に受け取れるようになっているので、ちょっともらっていきましょうか。はい、ロビーの方にやってまいりました。そうすると、またモニターのとこがね、もう、びっくりマーク出てるんだけど、ここから、スプラ2の時のハロウィンのギアがもらえます。まあ、結構可愛いギアだったり、ちょっと意味不明なちょうちんやんこだったりね、ふざけたギアもあるんですけど、いいね。これ全部もらいました。イカちゃんを3人同じところに揃えろ。強そうなのはどっち？顔が怖いのはどっち？ヒレオか。ヒレオの方が顔が怖い。頭が悪そうなのはどっち？遊園地にいそうなのはどっち？わあ、分かれるか。猫に優しいのはどっち？やったやったやった、揃った。